皆さんこんばんは MB ですこの MB のトレンドレポートは毎週さまざまなゲストをスタジオにお迎えしてゲストのビジネス流儀や考え方を伺っていますこんばんはババモモコです今週も明日から毎日がちょっと楽しみになるようなトークをお届けします MB さん、はい、メンタルケアされてますかメンタルケアですかおすごいすごいあの副詳が長いなんだろうねそうこれってでもいろんなものがありますよねあでも瞑想してんな あ、そうなんですか。まあ、ほぼ毎日瞑想してます。朝ですか、夜ですか。なんか瞑想してるっていうとさ、ちょっと怪しく聞こえるかもしれないけど。あれ単純にすっきりするんですよ。大切ですよね。僕はあの、別にもちろん、なんか特定の何かに進行してるわけではないんですけれども。本当にね、あの目閉じて、じーっとしてるだけで、三十分ぐらいかな。結構な。いや、で、もそのぐらいしなきゃいけない。そう、あの、本当すっきりするのよ。あれ慣れてくると、マジでやると、目覚めが良くなるっていうか。すごいおすすめです。まあ、面。 歩きゃって言えるかどうかして微妙なんですけど、うん、まあ強いて言えばそれかなって感じですねでもすることによって何かすっきりするとか変わったなって思うのであれば合ってるってことですよねそうですねババさんは何ですかね、うん、酒ガブ飲みとかですか <laughs> でそんな海賊みたいな日もあります正直 <laughs> 正直ありますけど私外をお散歩するの好きなんですよ<ー>だからなるべく歩いたことない道をあそお散歩するのが それもいいです、ね、なんかそこで考えたりとか何か自分のなんかちょっと考える時間作るのが好きなんですよね。いいと思いますよ。Google とかアップルはこの大事な会議する時歩きながら会議するって言うからね。えー、やっぱ前向きに動くと精神も前向きになるって言われてますからね、うん、メンタルケアとしては。 大正解なんじゃないですか。ほほ、本当ですか。え良かったです。というわけでですね。<お>今夜はね、スタジオにゲストがいません。え、いないんですか。いないんです。なんと、番組初のですね。<お>海外からのリモートのゲストですね。あだから、ここにモニターあるんだ。そうなんですよ。登場いたします。どうぞ、お楽しみに。今夜は私たちの前に、モニターがありまして、そこにゲストが映っております。こんばんは。自己紹介、お願いします。こんばんは。合同会社セブンディピティの、三輪聡です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ます今夜のゲスト、三輪聡さんは。 合同会社セレン三林さんはメンタルトレーナーとしてビジネスパーソンのコンサルティングを手掛けメンタルトレーニングスクール「めざめの学校」を企画運営したり SNS 集客やインフルエンサーマーケティングといったビジネスプロデュースなどを幅広く手がけてらっしゃいますまたその一方で1年の半分をバケーションとして海外で過ごしていて日本とヨーロッパのデュアルライフを実現しています素晴らしい働き方じゃないですかちなみに三林さん今日は はどこにいらっしゃるんですか。今ですね、スペインのイビサっていうにてます、イ、えー、ビサ島なんてもう。 一番憧れの場所ですよ。そうですか。M.D. さん行かれたことは。いや僕ねずっと行ってみたいと思ってるんですけど行ってないんです。洋キャパリピが集まる島ですよ。えー、え？洋 <laughs> キャパリピがいるんですか。そうですよ、えー。洋楽とかガンガンかかってます。だってねなんかこうイベントとかやるスペースとかたくさんあってそのなんか海外のトップ DJ とか、はい、イビザじゃないと回さないみたいな人とかもいますし。なんかキラキラじゃなくてギラギラってイメージありますね。うん、いやでも歌舞伎町みたいな雰囲気じゃないと思いますよ。さすがにね。今スペイン何時ですか？<間>今スペインですね。朝の8時半。 朝8時半からありがとうございますこっちこんばんはって言ってるんですけどねありがとうございます <laughs> 1>, 1年の半分を海外で過ごすってことなんですけど別にスペインにだけいるわけじゃないわけですよね僕はもともとは今はポルトガルに住んでいまして<あ>居住地はポルトガルなんですけど、まあ、いろんなところ回らせてもらってるって感じですねえー、スペインは何日目なんですか今日はス、えー、スペペイインン今日4日日目目ぐららいですか、ね、4日目ですすかかかねね隣国だから比較的じゃあスペインには行かれるって ことですかね。結構行きますね。車で結構、あの、行ったりも、まあ、三四時間ぐらいで着いたりもするんで。ああ車で行っちゃうんだ。はい、ちょっと、三輪さんがどんなことしてるのか気になりますね。はい、それこそ、あの、事業についても、それこそ、大学。 を卒業してからと言いますかそうですねそうですねはい教えていただけますかまあもともと僕は本当に普通の大学というか日本の一般的な大学に行ってそのまま本当に普通の一般的な企業に就職したんですね、うん、なんですけど3年ぐらいしてもうちょっと人生で挑戦をしたいなっていう気持ちになってきましてで全く別の業界だったんですけどファッションデザイナーとして成功したいなっていうふうに思ってたんでニューヨークに渡米したんですねおおすごい 5歳ぐらいの時に。うん、なんですけど、もうすごくまあ厳しい状況といいますか、全く思い描いていたような、その成功みたいなところには全然たどり着けなかったんですね。それですごくまあメンタル的にこう病んでしまって、まあそ、その時にですね、コーチングだったり、カウンセリングといったものに出会ったんですね。うん、でそこから心理学の知見をこう深めるようになったという、まあ、そういう流れです。 じゃあそこからそれこそご自身のの職業でであったたりとととかかメンンタルトレーニングの大切さに目覚めたということなんですか、はい、自分自身がメンタルのせいで全然成功できないんだなっていうことにまあ気付いた瞬間がありまして<ん>そこからこうすごくこうマインドだったりメンタル心理学っていうところにすごくこう意識が向くようになってで自分自身をこう整えるために取り入れてたんですけどもそれをこう人にもですねお勧めするようになったっていうのが今やってる仕事のスタートなのかなっていうふうに思います。 はもちろん一般に比較的ありふれてるわけなんですけれども、メンタル面のケアをするビジネスコンサルって僕初めて聞いたんですけれども、一体どう具体的にどういうふうなことを教えてくれるんですか？えっとビジネスやってると苦手なことってすごく出てくると思うんですね。例えばよくあるのがビジネスってやっぱ集客やっていかないといけないわけじゃないですか。うんうん、自分のこと知ってもらったりだとか見込み客を集めるっていうことをやっていかなきゃいけないんですけど、多くの方がの集客っていうところにすごく苦手意識を元々持って いてそういう方多いと思うんですよ、集客苦手なんですとか、でも苦手なままやってくださいって言っても、皆さんできないんですよね、やっぱり苦手だし、うんうん、やりたくないって思っているんで、うまくいかないんですよ。もうそれをちゃんととメンンタルからトレーニングしていくことであ 集客っっっててて楽しいいいんだっていう認識に変わっていくわくけですよね例えばですけど。苦手なことが実は楽しいことだったんだっていう,こう自分の感触が変わっていくとやっぱこう取り組む熱量だったりとか好きこそものの上手なれって言いますけれども、うんうん、嫌いだったものが好きになったりだとか苦手だったものが得意になったりだとかするっていうのがすごく大切でこれがどんどんできるようになっていくとビジネスにおいてもいろんなことができるようになっていくんですね。うん、自ずと成果がが上るっていうそういうふううそに な僕も起業した時にそのやっぱりおっしゃる通り集客が一番このネックだなって思っちゃって、うんはい、ただのサラリーマンでしかなかったのが起業して1人で全てやんなきゃいけないってなった時に、はい、セールスの方法は僕販売員だったたんんででできてすから人が来れば制約させることはできるなって思ったんだけど、うん、人をどっからどう呼べばいいんだろうって思うのと同時に、はい、できっこないっていう考えが頭に出てきちゃって、うん、そこから行動できなくなっ たんですよね。まあ、それをまあ、一つ一つ僕はこう、なんとか、なんとか、かんとか、クリアしてきたわけなんですけれども。多分、そのメンタルブロックが取れてたら、もうちょっと早く、確かに成功してたのかなとは思うんですよね。なんか苦手意識って、ずっとつきまといません。取れなくないですか。うん、なかなか自分の力で、すごいもがかなきゃいけないかもって思ってしまいますよね。本当は言われてみたら、簡単な、簡単っていうか、まあ、ゴールできることなんだけど。できっこないっていう頭が、その行動を抑制しちゃうことって、結構あると思うんですよね。それを変えてくれるのが。うん さんのの目覚めの学校っていうところなんですかねそういうものももちろんアプローチしますしあとあの、まあ、苦手なことをこう克服するっていうのはも,もちろんそうなんですけど苦手なことを人に任せるってこともやっぱりできるようにならないとビジネスってうまくいかないじゃないですか。でこれも実は下手な人が多くて自分で苦手なことを克服するっていう方向性もありだし誰か得意な人にお任せするっていうのもありなんですよね。そのどちらででもこうやっってていいこうっていう考えで あのビジネスは教えたりもしてますね。なかなかなんか、それこそ人に助け求めたくても、求められない時ってありませんか?。本当そうですね。だか全部自分でやったら、いいことってあるんでしょうけど、なんかどうも頼れないとか、頼っていいんだよって初めて言われると。いいんだ。 ってなりますけど、全部自分でやっちゃおうとするといっぱいいっぱいになりますよね。だって僕起業してから七年七年目ぐらいまで自分で全部請求書出して領収書を出して経理も全部やってってやったから。そうなんですか。もうそれだけで時間いっぱいになっちゃうから、うん、もうなんか本来やらなきゃいけないクリエイティビティなこととかってのがどんどんやれる時間が少なくなってきちゃう。うん、なんかでも投げらんないんだよねなんかね、投げ方がよくわかんないとか、でも投げてできんのかなとか、自分がとこ早いんじゃないかなとか、なんかねいろいろこう頭もたげちゃって行動できなかったりするんだけど、そういうの 丁寧に教えてくれる方がいらっしゃるとねすごくいいと思うんですけれども、うん、三林さんのこの事業っていうのは、うん、起業家の方だけじゃなくて例えばこれから起業しようとされる方とかもお相手にされてるんですか、はい、もちろんですなんならですね別に起業とか全く興味なくてお仕事とかじゃなくて例えば恋愛をね どうにかしたいとか恋愛もですかあとは、まあ、お仕事以外ですと自己肯定感っていう言葉があるじゃないですか<ー>自分のことをこうちゃんと肯定できているかどうかこれってすごく幸福感につながってくるので、えー、そういう悩みでうちのスクールに入る人も結構いますねなるほど悩みはそれぞれなわけですもんねお仕事だけじゃなくて、ね、家族関係とかそう でもなかなか幅広いですよねビジネスから恋愛とか人間関係までやってくれる、うん、これって全部オンラインでやってくれるんですか基本的にはオンラインでやってるんですけれども、うんえー、年に、えー、東京で2回大阪で2回ずつあのリアルの イベントっていうのもやっていましてまあそこでは半年間の報告だったりとか受講者さんの人生においてどういう変化が起きたかとか何にチャレンジしてるかとかまあそういう報告会をこうするんですけれどもそれを年に4回リアルでもやってるって感じですねなるほどそこで三林さんにお会いできるっていうのも嬉しいですよねあと人の成功体験というか実体験聞けると自分も頑張ろうとか勇気づけられたりとかする部分もありますよね、うん、そうですよね確かにメンタルってすごい大事ですよね、うん 事、うん、業やってると本当にいいこと悪いことずっといい時ばっかりじゃ当然ないので、うん、悪いこと起こったりとかへこんだりするとすごくこうやっぱりメンタル左右されちゃってなかなかこううまくいかなくなるみたいな、うん、悪いことを考えちゃってメンタル落ち込んでますます業績悪くなるみたいなことよくあるので、まあ、メンタんかちょっと本当個人的に今思ってサンリさんに聞きたいことあるんですけどいいですか 多いなっていうふうに最近思うのが、お仕事だったりとか、特にお金関係のことで、このままじゃだめだっていうふうには分かってるんだけれども、どう動いていいか分からない、うん、でそこで止まっちゃってるっていう人が多くてですね、うんまあ、例えば円安だったりとか、増税だったりとか、こういろいろお金のこう課題って最近日本多いじゃないですか。うん、なので、皆さんこう、例えば積み立て NISA ーーとかもそうなんですけど、何か始めなきゃいけないっていうのは分かってるんですよ。だけど、選択肢が今いっぱいあるんで、うん、世の中には。ネットでで調べてもいいいっぱいあるじゃないですか副業だっ 一人で稼ぐ方法とかっていっぱいあると思うんですけど、それを決められない。自分にとって何が向いてるのかがわからないから、行動できないっていう人すごく多いなっていうふうに思いますね。情報がありすぎると、本当にどれ手をつけたらいいかもわからないですし、なかなか決められないですよね。うん、そうですね。うん、でも、なんか危機感はなんか感じるんだよね、うん。そうですよね。焦ってしまうんですよね。うん、何もできてない自分にですとか。三輪さんのフェイスブックとかを見ていると、あの人生の主導権は私。 っていうキーワードが出てくるんですけれども、すごくいい話だと思うんですが、はい、ちょっと解説いただけますか？今、特にこれ、日本人が陥っている人が多いのかなというふうにも思っているんですけれども、自分の責任で人生を選択するっていうことですよね。うん、これが実はできない人がすごく多いって、僕は感じてるんですね。うん、まあ、特にこう、コーチングなんかをやっていると、まあ、人生相談というか、悩み相談みたいなことにこうなってくるんですけれども、結構な割合の方がですね、私はどうしたらいいんでしょうか。 っていう質問をしちゃうんですね。うん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 。そうですね。今私はこういう状況ですよと。じゃあ私どうしたらいいんでしょうか みたいなこういう丸投げな質問というか。ありますね。っからしたらそれって、自分の、まあ、状況ももちろんそうなんですけど、自分がどうしたいかっていうのがまずあって、うんうん、人生においてどういう景色を見たいのかとか、自分がどういう姿になっていきたいのかっていうのがまずあって、そこに向かっていくっていうのが僕はあるべき姿だと思うんですけど、うん、まずそもそもそれがないんですよね。こう,こういうふうになりたいとか、こういうふうな人生の景色を見たいっていうのがないので、悩んじゃった時にどうし どうしたらいいんでしょうかっていう風にこう人に丸投げしちゃうって感じですよね。そこには自分の自分のどうしたいとか自分のウォンツみたいなところは一切ないので、これではやっぱり自分の人生の指導権を自分のところにこう持っている人じゃないんですよね。常に人生のこうハンドルがあるとしたらそれをこう他人に任せちゃってる人なんで、それだとどれだけ人生相談をしても変わっていけないんですよね。うん、悩んだ時に常に誰かに 聞いちゃうっていう人になっちゃうのでこれはいつまでたっても悩みっていうのが人生からこう消えていかないんですよねなので人生の主導権をあなたの手元に戻していきましょうねっていうことをよく僕は言ってますめちゃくちゃわかりますねこれ人生相談僕も仕事としてやってるんですけど<う>むちゃくちゃ丸投げの質問多いんですよね結局みんな何がしたいとかどうありたいかっていうゴールが存在しないマラソンをずっとやっちゃってるっていうか話聞き出すと、うん 意外とみんんな武器持ってるんですよこれができるあれができるあれが好きこれが得意みたいな、うん、結構あの冷静に考えるとみんないっぱい武器持っててただその武器の使い方分かりませんみたいな「いやいや,いやじゃなくてまま、うん、まずゴゴーールル決決めましょうようよよるるると一気ににできるようになったりする意外とみんなそこがね難しいっていうか僕もそうだったんですけどサラリーマン長くやってるとじ自分のやりたいことっていうよりも投げてくれないと分かんないみたいになっちゃうんですよね。うん、そうですよねうーいやすご だからやっぱりどうしたらいいですかって聞くのをしてしまうこともありますけど悔しいじゃないですかうん、うん、私は悔しいなって思ったんで、うん、アナウンサーなりたい時とかって誰にも言わなかったんですよやっぱ自分の人生って人のせいにしちゃいけないよなって思ったので<ー>だけどやっぱどうしたらいいかなってアナウンサーなりたいけどどうしたらいいって思うことっていっぱいありましたけど思うことですよねなんかその部分の人に問いかけたくなる気持ちすごいわかるなと思います。ささんなんなかかだからまにに自分の主導権に 握りましたよねアナウンサーになりたいっていう明確なゴールがあってそこに対していろんな努力してきたわけでしょただ人に言ったら絶対にバカにされるって思ってたので言わずに友達にも言わず、ね、家族だけにしか言ってないのであ,、ね、ありますけどでも本当はどうしたらいいって言いたいですもんえー、どうしようどうしよう、えー、どうしたらいいって言いたくなるから気持ちはわかりますよねでも丸投げは違いますもんねねそううでででですすすすよよ、ねうん、ななるるほどどいいいい話お,お二人は相談さされ側したたらいいですかって皆んん聞きたくなりますも,んうんでもね。そうそう あの本当多くの人がこういう主導権握れてないと思うのでうやっぱり自分で、ね、切り開いていくってことをサンリンさんオンラインスクールの目覚めの学校のことちょっと詳しく知りたいです。目覚めの学校ですね一応コンセプトとしては自分が最もしっっくくりるる人生を見つけるっていうことなんですね私は人生でこういうことがしたいんだとか将来的にこういうふうになっていきたいんだ。 で私の好きなものは明確にこれで、私が逆に求めてない人生は明確にこれなんだっていうのを、明確に説明できるようになるっていうのがすごく大切で、これがやっぱり見えてない人が多いので、一年かけてやっていくっていうものなんですけど、例えばその人生の棚卸しをして、こう人生のこう使命なんかをこう見つけたりですとか、あとはこうすでに成功してる人、すでに経済的に成功している人、僕は豊かさと幸せを両立してる人っていう風にに、そういう観点で選んでるんですけども、そういう人にこうオンラインスクールに来てもらって、僕と対談してもらって、うまくいってる人がどういう思考 で行動しているのかっていうのを、皆さんに見てもらったりですとか、まあ、そんな感じ、こう、あらゆる角度から。自分が最もしっくりく人生を見つけるっていうことを、サポートさせていただいていると。そういうオンラインスクールですね。なるほど。見ることによって、自分のいろんなターニングポイントで、背中を押してくれそうですね。うん。うん、なんか、やっぱ、棚殺しって、すごい大事かなと思ってて。あそうなんですね。うん、自分の人生の中で、何が、その、感動したのかとか、何が悔しかったのかみたいな、僕もよく人生相談って言うんですけど。うん、何をすればいいじゃなくて。何が。 したいっていう方向に行くためにはやっぱり自分を知らなくちゃいけないのででもそういう棚卸しまでしっかり手伝ってくれるっていうのはなかなか珍しいんじゃないかなというふうに思いますけど、うん、三林さんは YouTube そして InstagramX そしてブログソーシャルメディアも精力的に更新されていますよねやっぱこう知ってもらわないと始まら、うん ないじゃないですか。そうですね。で、実はその最近コーチとかカウンセラーっていう方も増えてきてると思うんですけど、実はこの業界って SNS 発信とか集客が下手な人がすごく多いんですよね。<laughs> なので僕は結構あえて SNS めちゃくちゃ振ってやってるんですけど、これは結構同業者の方というか同じ業界の人にもこれがすごい大切なんだよっていうのを分かってもらいたくてやってる部分はあります。まあ知られなかったら話始まりにくいですもんね。そうですよね。一つ知るきっかけに絶対なりますからね、SNS は。 サンリンさんは将来的にご自身のお仕事をどういう方向に成長させていきたいと考えてるんですか、はい、やっぱり日本をメンタル面から復興させたいなというふうに思っていましてまあ最近こう失われた30年とかって言われていますけれども、うん、それはやっぱり海外にいると本当に感じるんですね僕は30年前にシンガポールっていう国に住んでたんですけどちっちゃい時に子供の時にその時の日本の立ち位置とやっぱり今海外に出て見る日本の立ち位置って全然違ってて、うん 日本はどんどんゆ豊かな国じゃやっぱりなくなってきてるんですよね。うん、でこれを僕はやっぱり日本人として復興させたいんです。だけどやっぱりそこにはメンタルっていう課題があるなっていうふうに感じてましてなんかみんな挑戦できなくなってるし失敗するのが怖いから多くを求めなくなっちゃってるっていう感じなんじゃないかって今僕は思っててその日本人のメンタリティーがですねこれをちゃんとこう整えてもう一回豊かな国にしようよっていうあのそういう,こう雰囲気づくりをですねやっていきたいなというふうに思っています。ななんとなく10年前20年 前と比べるとちょっとネガティブになってきてる感はありますよね、うん、だいぶ思いますね,ね、はい、その辺を変えるっていうところが目標なんですかねすごくいい話だと思います、はいはい、そんな三林聡さ,さんの最新情報はネットで三林聡さ,さんで検索でよろしいでしょうか大丈夫ですあのちょっとなんか変な感じなんですけどひらがなで打っていただいても僕の出てきますので,できますか三林聡さ,さんで検索をお願いしますでは最後に三林さんのフェイバリットソングを一曲ご紹介いただこうと思うんですが最初の選曲は シザーロスのホッピポででしたねなんでこの曲だったんですかこれですねあのシガーロスなんですけどあの近年のアイスランドっていう国あるじゃないですか、はい、アイスランドを代表するアーティストなんですねアイスランドだけじゃなくて世界的に有名なアーティストではあるんですけど僕結構そのご当地音楽が大好きで国によってやっぱテイストって全然違うんですよ <laughs> あのアメリカとかイギリスじゃなくてデンマークとかインドネシアとかエストニアとかいろいろ国あるじゃないですか、はい、のこうそれぞれのアーティストがすごく好きでもう彼これその 20年くらいアイスランドの音楽好きなんですけど2年前にそこでこの15年20年ぐらいずっと聴いてきたこのシガー・ラスの音楽を、まあ、車で旅してたんですけど車で大音量で流しながらアイスランドをこう走るっていうのがすごい幸せだったんで、えー、世界各国に思い出があるんですねいいですねではお別れの曲はどうしましょうコーの Where you at? という曲でお願いします。はい、こちらはなぜ選曲されたんですか？こうさん日本出身のアーティストなんですけれども、もまあ、自分がそのニューヨーク時代ですね。どん底時代だったんですけど、youtube ちょっと見てたんですよね。ただバイスっていうチャンネルで最近日本の若い子たちのヒップホップがすごいいいよ。みたいな海外の番組なんですけど、それが出てきたんで,すよで、そこで知ってこうさんって結構海外で先に人気が出たみたいなんですよね。海外でこんなに日本のヒップホップというか、ラップが評価されるんだなっていう風に思って。たら どん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 こう有名になってきて、歌詞がすごくいいんです。成功法則がすごく散りばめられているんで、<ー>多分こうさんの歌詞読んでたらメンタルすごい強くなりますし、人生良くなると思います。おそ聞いてみたくなりますね。今夜のゲストは合同会社セレンディピティの代表三林聡さ,さんでした。三林さん本当にありがとうございました。ありがとうございました。今夜のゲスト三林聡さ,さんのリクエストでこうでウェアユーアット流れております。はい。MB さんと何度か食事連れてっていただいてるじゃん。 な、はいですか。でその時に人がたくさんいた時にムビ、はい、さんの言葉でちょっと衝撃を受けたんですけど、はい、うわあ人がカンバラ祭りみたいにいるねって言ってましたよね。カンバラ祭りの季節がもう少しでやってきますね。そうですね。カンバラ祭りですか。カンバラ祭りでしたっけ。もうん、この時期6月の終わりか7月の始まりぐらい今年も一応予定はしてるみたいなんですよ。カンバラ祭りって新潟市内だと一番大きい祭りじゃないですかね。三つぐらい多分お祭りがイメージあるんですけど、そのうちの一つになると思うそうですよね。いや私それ出た時に。 あー M.B. さん本当に新潟の人なんだなと思っていやいや。新潟の人ですよ。<laughs> 思いました。よ今年カンバラ祭り行きますか？いやいやカンバラ祭りって僕すっごい人いっぱいいるから、うん、ちょっとどちらかというとこうなんか行くの躊躇しちゃうっていうか、うん、なんかすっごい人いっぱいいません？本当にあの盛り上がりすごいですよね。だって僕子供の頃の記憶だからちょっとわからないけど唯一お化け屋敷が出る祭りだった。<laughs> そうですよお化け屋敷あるじゃないですか。あるよね。あそこのお母さんずっと変わらず同じ人なんですよ。え？ おおお母さんがかかししにに来来るのないです <laughs> <laughs> あのずっとお化け屋敷やってるよってアナウンスしてるお母さんみたいいるんですけど<ー>去年友達から写真送られてきて、うん、多分私が小さい時から見てる人と、ま、記憶があったら同じ人だと思うんですよ。えずっとじゃあその人が お化け屋敷やってるの。まあこれ私の記憶上ですよ。えー、ちょっと、だから、皆さんにちょっと聞きたいこと行くかって、神原祭りで。それ、おちとして、その人が実はいなくて、お化けだったみたいな。<laughs> そんなことない。います。います。い,ますね、いるんです。実在する人なんですよね。でも、神原祭りって、やっぱ行ったことありますよね。あります、あります。もちろん。ちょっと、私、本当、にこれ、メッセージを送って。 でほしいなもし聞いてて、えー、あの、えー、余力がある方にお願いしたいんですけどカンバーラ祭りで何食べてるかとかうわめっちゃ気になるんですよえ何食べたっけカンバーラ祭り明日から三日間ですってこれもうやっぱりいい時期だと思ったんですよすごいベストタイミング明日からカンバーラ祭りだそうですよえ何食べたカンバーラ祭りカンバーラ祭りってやっぱり私たち新潟の人たちってぽっぽい 焼きは絶対買うんですよ。まあそそ,、ね、まあそこから先何食べてるかってなったら、私箸巻き食べてたんですよ。わかる箸巻き超うまい。あれ美味しいですよ。なんか箸に巻かれたお好み焼きみたいなんですよね。しかもお好み焼き屋さんがやってるんだけど、お好み焼きは六百円とか七百円とかするけど、箸、うん、巻きは超安いよね。なんか三百円ぐらいなんですよ。<う>当時の価格帯で言ってる。わかる。だから学生の時箸巻きなんで箸巻きって同じような大きさで同じような味なのにこんなに安いんだろうみたいな。<laughs> なんかやっぱお祭りってそういうとこテンション上がるじゃないですか。テンション上がる。私たちが それこそ食べてきたものとかお祭りの要は食べ物ってもちろん定番のものあると思うんですけど今ってもしかしたら少し出してる出店が変わってるかなって思うんですよなんかそれも含めて見た景色誰かメッセージくださいと思ってメッセージ気になります、はい、今のか原祭りは何を出店に出してるのかちょっと気になりますね多分私たちリンゴ飴見てたと思うんですけど、ね、今イチゴの飴とかありませんこうイチゴが連なってるものとかすごい千切りされたみたいなポテトがあの口にぶ刺さってるものと こっそいなんかイカそうめんみたいなやつでしょ <laughs> イカそうめん状のポテトのやつでしょ, <laughs> でしょえ待って私のやつ 合ってるって合ってるって細 <laughs> いやつ細い,いやつあるじゃないですか、うん、だからちょっと最近のカンバラ事情を教えてほしいなと思って聞たいそれぜひメールでくださいはい明日から3日間予定ということなのでねよろしくお願いします,しす、ね、はいということでお届けしてまいりました m b のトレンドレポートババさんいかがでしたかサン,ンさんにメンタルサポートしてもらいたいって思うぐらい頼もしい方でした考えてらっしゃることとかやってらっしゃることもご立派なんですけど、うん、イケメンでしたねおー MV さんそんなことを言うの珍しいですねいやああいうお顔に生まれたかったかっこいいなって言ってましたねかっこいいほんかっこいいああいう顔好き、うん、んかそれでいて自分が何したいのかわからないどうしたらいいってやっぱ問いかけてしまうことって人生でいっぱいありますけれどまず何が したいのかっていう自分で考えなきゃいけないなって思いました、ね、ああいう三輪さんみたいなイケメンにほら何がしたいどうしたいみたいな言われたらすごいいいですよね <laughs> なんかどこにそうそう持って三輪さん聞いたら笑っちゃいますよ <laughs> 本当に一応これ夜の番組なんで声を変えましたよね今 <laughs> ほら何が？<laughs> 夜の番組だからとかじゃない <laughs> 何がゴールなのみたいな、ね <laughs> 謝ってください <laughs> ダメですよ <laughs> <laughs> 本当にさあ。というわけで次回のゲストもお楽しみに。ということで今夜のラストソングなんですけれども、はい、僕が選んでいいんですかお MB さん 何にしますかえ、何にしましょうかね決めてないこれは決めてないってことですかこれ決めてないんですけど何にするんですか MB さんゴリゴリのロックかけましょうかあロックも聞かれるんですね,あのね新潟県民ってなんかヘビーメタル好きなんですよねヘビーメタルですか割といや今もそうなんかな僕の時代僕がバンド活動してた時代すっごいいっぱいヘビーメタルのアマチュアバンドが多くて、うん、今もそうなのかな<え>ちょっとわかんないんですけど何流すんですかどうしましょうかじゃあちょっとこう 青年の名曲僕は大学生の時にコピーしてた曲ですけれどもレインボーのキルザキングにしましょうそれではまた来週この時間にお会いいたしましょうお相手はババモモこと MB でした